で、パッと受けた男2人がいて、俺裸だって。おい、どういうことみたいな。どうもー、太郎です。カクです。本日は、中国の友達に、僕が初めて中国行った時に、カルチャーショック結構受けたんですけど、そのカルチャーショックを受けたことを、中国の人に言ったら、中国の人はどういう反応をするか、プラス、はい、どういう言い訳、まあ、言い訳って言ったら悪いけど、はい、答えが返ってくるかっていうのを、やっていきたいなと思います。はい、なんで日本語が話せるかって。あー、そうですね。AV でもね、たくさん日本語。まず、1問目。まず1個目、はい、中国のトイレ事情で、トイレにドアがない。よく、聞きます日本人。あれ俺どんだけびっくりするかっていうと、うんこするトイレにドアがない。でもタバコ吸いながらみんな見えてる。あのおしっこする こっちがトイレじゃん。で、はい、こっちがおしっこするところ、こう歩いていってここでおしっこするじゃん。はい。でパッて後ろ見たらうんこしてる人が見えるみたいな。もっとびっくりしたのは公衆トイレあるじゃないですか、はい、これぐらいのとこで僕おしっこしてたので、パッて見たらもう本当にこれぐらいの距離で、かがんでうんこしてて、小がここにあって、うんこするがここあって、もうここ丸見え、ここ何にもない。あっていうのがある。あと、トイレットペーパーがない。はい。それも結構びっくり。あと、僕びっくりしたのが、うんこしてる時にトイレ行って、あ、トイレットペーパーない。あ、ドア開いてます。あ、トイレットペーパーないからどうしようみたいな。もう手で拭くこともできないじゃないですか。パッて前見たらゴミ箱があったんですよ。はい。そこにティッシュがいっぱいあったんですよ。はい。ああるじゃんみたいな。日本だったらこうやって取れてもするじゃないですか。はい。こういう感じなんだと思って中国でこう取ったんですよね。それ取ったんです。取ったんですよ。で使ったんですよ。普通に。え、使用済み。そう、あれ使用済みのティッシュだってそれ知らなくて。しばらく経ってから友達の家とかに行くと、もう右にトイレットペーパーとこのゴミ箱があって、ゴミ箱にうんちのついたティッシュがいっぱいあって、はい、すごい匂いもするし、はい、だからもうそのトイレが中国でトイレするのすごい嫌だから、だから今でも中国の高級ホテル5つ星とか4つ星のホテルまで行ってトイレするし、なければ2時間でも僕我慢します。はい、それぐらい、あのトイレ事情、そうそう、それぐらいトイレはちょっと嫌で、未だに嫌っすね。もう臭いし、はい、5つ星ホテルのトイレじゃないとできない。そこぐらいしかしないですね、どんだけヤバくても。まあちょっといろいろ言いたいことがあります。じゃあその言いたいことを中国人に先に説明しますが、はい、私あの広州出身です。あの広い方、広い香港の上、そうそうそう、はいはいはい、香港から近いんです。あのトイレ事情に関して、はいはいはい、確かにまあそういうトイレもあります。はい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 。私も実はその北京行って、それで同じカルチャーショックを受けました。僕が今そのトイレを言ったのは、広州ではなくて北京です。北京ですよね、やっぱり。そうです、そうです。北京です。それ聞いて私やっぱり、多分北京だなと思いました。北京です。広州は、まあ割かし綺麗です。ドアなし、壁なしのトイレ、あんまり見かけない。中国広いんで。はい。上海とかもあんまり見かけなくて。あー。で、私も実は北京行って、あの時高校生だったんです。高校生の時に河南省に行って、そこの学校のトイレがまさにその壁がなくて、はいはい、あの窓も用を足す時にあのお尻と同じ高さにあって、そうそうそう、もう見えない。そうそう、もう分かりやすく言うと、日本のトイレはこうもう箱になってるじゃないですか。だから僕うんこします、賀来さんもうんこします、ここ見えるんですよね。まあ、頭ぐらいですか。見える場所もあるんですよね。あそこももう全く何もないですね。はい、ない。窓があって、あ、もうない。はい、はい、窓があって外から丸見えるの、私のお尻。私もカルチャーショック受けるぐらい地域によります。あ、じゃあ同じ中国の国の人でも広州から北京に行ったカルチャーショックを受けるぐらい、そのトイレに関してはやっぱ違うんですね。はい。あとはまあ田舎の方行くと、はいはいはい、結構まあ汚いトイレ、例えばなんかどれぐらい用を出したい人の便がまだ残ってるぐらい、便の上にまた便をやるみたいな感じなの。はい。あくまでそれはもう一番最悪の場合、うん、少なくなりましたし、特に変化を感じたのが、あの高速道路のパーキングエリア、はいはいはい、ここ数年急激に良くなりまして、もう本当に綺麗になりました。めちゃくちゃ綺麗。このトイレ事情で言うと、例えば賀来さんは結構日本に行くこと多いじゃないですか。はい。で、初めて日本に行った時に、日本のトイレとか、まあどう思いました？この前からちょっと、はいはい、あの、日本のトイレは結構、すごいと噂では聞きました。聞いてて。ウォッシュレット。ウォッシュレットがあるとかね。まあ中国ないですもんね。はい、ウォッシュレットあることを、はい、まあ初めて実物を見た時やっぱりちょっと驚きましたし。はい、はい、はい。あと一番驚いたのは、トイレを何
流すときに、はいはい、蛇口から水が出てくる。出ます、はいはい、でその水がまたあのタンクに、はい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 、で最終的にまたあのトイレその流すときに使われるという、はいはいはい、そのシステムにびっくりしました。そっちにびっくりするんですね。はい、綺麗さとか綺麗さとかはもう当たり前で、僕この間ご飯食べた友達は、ま、日本に初めて行ってなんかもう住めるって言ってました。トイレの中で住めるし、いやでもトイレの中でご飯食べれるっていうぐらい。あともう一つ、はいはいはい、トイレットペーパー。あ、そうそう、トイレットペーパー。トイレペーパーもあんまり置いてなかったのは、はいはいはい、取られる盗難ですよね。まあ、ですよね。あと日本のトイレットペーパーと中国のトイレットペーパーって別物だと思いますよ。日本のティッシュもトイレットペーパーも全部薄いじゃないですか。あ、薄いです。かなり薄い。めちゃくちゃ薄いです。薄いです。中国はティッシュもトイレットペーパーも全部結構頑丈な作り。あ、そうですね、そうですね。だから結構トイレに流せないとか。あと日本のトイレットペーパーは溶けるんですよね。はい。でも中国のトイレットペーパー溶けないっていうわけで、溶けにくい。でもその分中国のトイレットペーパーはまあどこでも使えるというか。ああ、まあ日本ならトイレットペーパーはトイレの時だけ、ティッシュは定服、まあいろいろ用途があるじゃないですか。はい、まあだからその分トイレットペーパー、中国のトイレットペーパーは食事中も使えるし、使えます、ね。鼻噛む時も使えるし、はい、机拭く時も使えるしっていうので、そういう抵抗はないですね。だから結構中国の人はまあ仕事中にここにトイレットペーパーとかある。もうあれ見た時も最初びっくりして、うんこする時にいちいち持っていくのかなっていうぐらい思ったんですけど、でも別に口拭いたりとかそれ使ってるんで、はい、日本はトイレットペーパーで、そうやって使うことってもうまず見たことないと思う。日本人でトイレットペーパーでやってる人ってこれ結構やばいやつ。でもう一個目、車のクラクションと、まあ、タクシーの運転の荒さにびっくりして、はい、クラクションは日本鳴らさない、ほぼほぼ鳴らさないです、クラクションは。まあ日本でいててもクラクション聞くことはないですね。めったにないですね。でも中国はもう全員がずっとクラクションを押しっぱなしっていうイメージで、まあプラス、まあそれに関連してタクシーの運転手、ジェットコースターじゃないですけど、レーサー、誰と競争してるんだみたいな感じで、いや誰と今、誰と今やってるのみたいな、いやもう今深夜だから誰もいないけどみたいな、こうブーンみたいな感じで、でスピードも多分びっくりすると思うけど、高速じゃないところで100キロぐらい平気ですから、まあ日本人みんな言うけど乗ってる人からするともうめちゃくちゃ怖いし、で指示器も出さない、はい、右に曲がるとき日本だったら指示器を出して曲がるとか、ウィンカー、そうそうそうあるけど、それもないから割り込みもすごいし、はい、人いるのにもうそのまま行ったりとか、あれはちょっと結構日本にはないから、その言い訳とかなんかその急いでるとか、そのなんかそういう国民性とかいろいろあると思うけど。どうしてそうなったのか、まあ、もうそれは分かんない、理由分かんない、ね、中国のタクシーの人と話すとかそういうのはないですか。地域によります。あ、地域によりますよ。もう完全に地域によります。例えば中国のどこが、北京、圧倒的に話しかけてきます。あ、日本だと、ね、大阪のタクシー結構話しかけてきますね。東京はあんまりないですけど、あと値段も全然違いますよね。中国安いですよね。安いです。どこ行っても安いです。日本めちゃくちゃ高い。もう日本使えないですよね。僕も今乗ってるって言いましたけど、本当に時間がない時とか大事な時しかタクシー乗らないですけど、ほぼほぼもう電車使います。で中国も僕地下鉄結構使うことが多いんですけども、はい、その地下鉄を使う理由は中国混むんで地下鉄の方が早いんですよね、はい、でも混まない時はタクシー使います。もうめちゃくちゃ安いんで、横浜行って東京行って千葉まで行ったとしても1万円いかないんじゃないかみたいな感じ。あ、給料とかね、まあ、高いっていうのもあるかもしれないですけども、うん、まあ交通機関が安い、地下鉄でも大体、まあ、5元とかで何個も行けますよね、はい、結構まあ30分とか、広州だと空港まで7元です。空港まで行くのに1時間ぐらいかかるんですね、ここ今僕住んでるところから、はい、それで7元ってもう絶対日本では考えられないやつだ。確かに7元だと100円ちょっと、そうですね、一息です。かなり安いっす。その分中国のタクシーはシートが汚いとか、汚いな、それでも僕そっちの方がいいですけどね。汚くて安い全然僕大丈夫ですけど、でもかなり汚いですよね。あの僕びっくりしたのが、中国のタクシー運転手ってもう自由なんですよね。奥さんと電話しながらとか、彼女と電話しながらとか、友達と電話しながら、今日どこご飯行くみたいな、え、俺に聞いてんのかって最初思うぐらい
めっちゃ喋る。ありました、ありました。今日どうすんの、ご飯食べに行くのみたいな。今仕事中だよ、まだ終わんねんだよみたいな感じでずっと話してて、中国語わからない人からすると、俺になんか言ってるのかなって思ってしまうぐらいめっちゃ話してるんですよ。まあ電話で話してるし、まあ、いきなりドア開け出してタバコ吸い出したりとか、もう自由ですよ、目出したりとか、はい、日本はもうそれはこないだあったよね、タクシー乗ったら、あ、ちょっとトイレ行くから待っててみたいな。日本なかなかない結構自由ですよね。自由ですし、あと日本のタクシーは、はいはい、私はある種なんか高級なサービスだと思ってるんですよ。ちょっと VIP ではないですけども、はい、まあ、ある程度のお金持ちが乗るタクシー、まあ、ある程度お金持ってないと乗れない、はい、だからちゃんとしたサービスを受けに行く感じ、はい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 、中国のタクシーはどちらかというと最低限の需要を満たしてくれる。分かりやすく言うと LCC か普通の飛行機かみたいな。そうそう、だからっていうのが、まあ、まあサービスを省いて省いて、それでも安いですけどね、はい、うん、逆に言うとその今中国に今いろんなそういうアプリがあるじゃないですか。ありますあります。DD の中にあの専用の車と書いて専車という、はいはいはい、カテゴリーあるじゃないですか。まあ、専用車値段は高めで、はいはいはい、でちゃんとしたいい車、まあ、例えばまあそこそこいい車っていうと例えばベンツとか BM とかそっち系の車ってことですか。あ、それだとまたもう一段高い、一旦だとなんか高級車、あ、じゃあその高級車のそのちょっと下ぐらい、はい、あとはい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 、それぐらいのクラス、はい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 、のそれぐらいのクラスの車で来て、であの運転手さんもちゃんとあのドア開けてくれて、はいはい、あの荷物も運んでくれて、はいはいはい、そういうだから日本のそういうタクシーをそういうレベルを求める人はぜひその洗車の方を使えば多分あの似たような体験は、まあ、似たような感じでもそれでも値段安いですからね。それでも多分安いと思います。かなり値段安いですけどね。日本語のレベルが高いから中国人っぽくない、すいません、不好意思、不好意思、なんか日本多分なんか分かるかな、伝わるから、日本、あ、中国人だからね、おお、すちょんこれ日本人と喋ってるみたい、ちょっとなんかすいません変だよ。 OKOK 次ですね、食事中に、はい、食べます、この机の横に結構置きません、北京とかは下に落としていくんですよ。で僕一回聞いたんですよ、え、下に落としていいのみたいな、いやいや下に落とした方がいいじゃんみたいな、掃除しやすいしみたいな、うん、それはなぜ僕今日本の基準で考えてるじゃないですか、はい、で日本の基準が絶対ではないんですよね、うん、例えば結構まあ韓国がどうだとか中国がどうかって結構日本人の人言うんですけど、まあ、日本人結構ね島国でガラパゴスじゃないですけど日本イコール日本が基準だみたいになってるじゃないですか。だからそれは僕も分かってるんですけども、ただまあそういうのを抜きにしてなぜ中国でああいう感じで食べたものを横に置いたりとかするのかなとか、例えば奥にしてもティッシュを置いたりとかしないのかなとか思うんですね。でもそれは別になんかその中国が悪いとかっていう意味ではないです、うんうんうん、はい、本当にだって日本ってすごい清潔でなんだろうこうだとかあるけど、いろんなまあね、いや多分世界一清潔だと思うよ、日本って本当に世界一清潔で中国だけじゃないですか、東南アジアとか、まあ、ヨーロッパとか、まあ、他行っても、ね、アメリカとかもそうですけど、はい、日本結構変態ですよね私も日本にいた時にアメリカ人の友達が、はいはいはい、日本清潔さもすごいな、でも世界一だって、そうそう、アメリカ人も言ってるぐらいの、たくさんとか、まあ、しない人はもちろんいるんですけど、やってたとしても違和感を感じないじゃないですか、はい、日本人めちゃくちゃ違和感なんですよね。あ、まあ、僕もだんだん違和感なくなってきて僕も今やってるんで、まあ、それは言えないんですけど、はい、でもまあやってるのは悪いところじゃないんで、まあ、そういう風習だから業に従ってるだけで、はいはいはい、他のところのちょっとあんまり そこまで詳しくないんで、これで結構ね、賀来さん今他のところ詳しくないって言ってると思うんですけど、例えば日本だったら大阪と東京変わってるところってほとんどないじゃないですか。で分かりやすく言ったらもう広州と北京って違う国と思った方がいいと思います。でそのどれぐらい違う国かって言ったら日本と韓国ぐらいのレベルじゃなくて、まあ、分かりやすく言ったらイタリアと日本ぐらい違うっていうぐらいなんか別に大げさではないと思うぐらいで、しかも広州の人は北京の事情とか例えばもっと上のハルピンとか、うん、あと黒竜省のことを知らない、で何食べてるかも、まあ今はネットが発展しててあれですけど、それを見てあこんなの食べてるんだって驚くぐらい、もう日本と比較にならないぐらいでかい国だから、北京行ってあのそうそう東北の方行って結構カルチャーショック受ける、日本国内でないですもんね。例えば
僕大阪出身なんですけど、大阪から北海道行ってのカルチャーショックとかそこまでのないっすもん。もう日本もう小さいじゃないですか。よく中国人がシャオリーベイシャオリーベイって言うんですけどま小さい、まあその悪い意味ですよ、シャオリーベイだ。でも小さい国だからないのかなと。それはでもまあ気にはならないと。で、まあ、理由も特に小さい頃からってなんですかね。ちょっとびっくりするけど、別にまあまあ悪いことではないってことですね。とは思ってないです。なるほど、まあ、なるほど、はい。じゃああともう一つ、仕事中にチケットとか売ってる人とかで僕結構見たいとかあるんですけど、弁当をその場で食べてたりとか、携帯いじってたりとか、はい、あと友達連れてきたりとか親連れてきたりとか、その仕事場に。あスタッフも一回あったんですよね、親連れてきたこと言ったら友達連れてきたことはあれって日本ではありえないだからそれはなんでかなっていうのはすごい私もよくわかんないですよ。なんで逆にあの見せたくないですよね。なんか仕事場を親に見せたくない友達に連れて行くらい、はいはい、連れて行きたくないです。日本は絶対それありえないからさサービス業だとどうかなと心の中でちょっと思うぐらいで。でもそれは思うんですよ、各さん中国の人でもやっぱ思うんです。うん、でも暇持て遊んでる時にこれはなんか中国に限ったことではなくて、別に韓国でもそんな感じだから、呼んだ時に来てくれたら、はいはいはい、もうそれでいいかなと。結構日本真面目すぎるかもしれない、そこは。日本がスタンダードではないような気がしてて、中国とかが他の国がまあ結構そういう感じだから、あのいい悪いか別としてどうかじゃなくて、そうそうそう、確かにあの日本人の撮影のお仕事で、はい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 、来た時に現地の撮影チームがやってて、はいはいはい、で照明の人がずっとその携帯をいじってたから、はいはい、日本人芸能事務所の方がもう激怒をして、はいはい、それも文化わからないっていうのもあるかもしれないですよね。まあでも、はい、言ってることはわからなくはないです、はいはいはい、確かになんか携帯いじってる時にその照明が倒れたらどうしようとか、なんかまあ仕事はちゃんと真面目にやりましょうよ、はいはいはい、確かにね、あの撮影中にやるのはさすがにどうかと思いますが、でもではあんまりそういうのを注意する人は、まあ、いないですよね。いない、ね、確かに。だから携帯仕事中に携帯しても別に注意することもないし、日本だと圧倒的にその客が上みたいな感じ。ああそうですね、日本はお客様は神様って言われるぐらい、はい、お客様が圧倒的に上で、でそのサービスする人がもう下になる。でもそれもこれ結構日本だけが、日本だけっていうのはもう語弊があるかもしれないけども、海外はもうそれはないですよね。対等がなんならなんか売ってやるからお前金払えよぐらいのなんかレベル、一緒ぐらいのレベルってことですね。別にそのなんかランクがあるわけでもなく、それ言えない理由は何なんですか。まあ、日本人だったらすぐ言うんですよ、態度が悪いとか。いや、なんとなくの空気っていうかそれはメンツとかっていうことではなくて、誰も言わないので、なんか言うとお前なんだよみたいな、なんだよそんなに偉いのかとかあそういうことね。これも中国広いんで、まあ、地域性があって、まあ、広州の人はどちらかっていうと、はい、まあ南に位置するので、はい、まあ、北京とかまあ寒い地域に行くと、まあ、結構ハキハキ言うっていうか、はい、まあ、もう喧嘩も多いし、うん、まあ、カップルで殴り合ってるとか結構見るし日本人が思ってる中国って結構北京とか北のイメージが多いかな。で言葉で言うとジャッキーチェーンとかそういうのがあったじゃないですか、はい、だから広東語の言葉、親しみがある、まあ、プートンファーって言っても普通語っても多分あんまりわからないと思うっていうのがあるかなっていうのが、まさに広州はその広東語のエリアですか、はいはい、そうそう、だから普通語はみんな話さないもんね。もう基本的に広東人同士は広東語話すんで、他の都市の人が広州になってきても言葉が通じない、何言ってるか分かんない。いやでも頑張ってやっぱりみんな標準語であの話しかけますし、だから広東の人は話しかけるんです、ね、あと大体今若い広州人はみんな両方使えますので、はい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 、僕この間広州記者駅で取材して、最後に自分の田舎の言葉で自己紹介してくださいって言ったら、みんなって考えるんですよね。でなんでって聞くと、いやもういつもプートンファーが習慣になってて、ープートンファー話してる、普通語話してるから連れちゃったではないけど、そういうの結構あったから、例えば広州の会社だったり、はいはいはい、基本的に広州人ばっかりで、はい、で最近一人だけ北京から来た新入社員が、はいはいはい、どうしても普段の会話は監督のままになっちゃうんですけど、はいはいはい、普段ミーティングとかをするとき、はいはい、やっぱりもう全員標準語に切り替えて、ああもう普通語で、ね、その一人のためにやっぱり分かってもらえるように、やっぱりみんな標準語でミーティングをしています。逆に性格悪い中国人だったら、うわ毎日嫌だからみたいな
感じで監督で話してたまにやるやついますからね。あの上海っても結構多いんですよね。まあ、外部の人だからみたいな。いや俺上海だから上海語喋るよみたいな。お前外部の人だからっていうのが、まあ、ごく一部いるっていう話です。でも基本的には広東語は分からないんで、普通語を話す人、普通語しか話せない人がいたら、ちゃんと広東人も普通語を話せる、標準語を話せるので、まあ、その人にみんなが合わせてあげるっていうのが、はい、まあまあ普通ですよね。はい、あと最後なんか日本の人が中国に行って中国人から見てなんかおかしいことありますなんかこっちに中国に来る日本人なんか結構びっくりしたことありますよ。例えばどういうのがありますか。レストランに行くとビールを頼むとき必ず冷えたビール冷たいビールを食べますよね、はいはいはい、中国はそうじゃないから冷たいのがいいぬるいのがいいってビール聞いてきて、はい、いやぬるいのいらないでしょ冷たいのでしょみたいな。そう日本人は必ずそういう、そうそうそう、あれは結構あれどういうことっていうのは確かに思います、まあ、今は、まあ、ちょっと慣れたっていうのはあるんですけど、はい、最初聞いた時はいやどういうことだよっていうのがありました。中国だとぬるいビール好きな人も結構いますから常温もしくは熱いお湯を飲む習慣があったので、うん、特にそれは体を冷やさないためってことですね。はいはいはい、まあ、日本でもそうですよね。体を冷やさないために飲む人もいるし、まあ、韓国とかも体を冷やさないためにもう女の子とかは冷たい水飲まないですよね。やっぱし常温の水飲んだりとかして、はい、まあ、美容に気を使ってる、まあ、日本はでもあんまり少ないかもしれないですね。もう冬に冷たい水に氷入れて出すじゃないですか、はい、あれって中国から日本に来た中国人結構びっくりするって言ってました。もう なんでみたいな。中国人からしたらこんな冷たいっていうなるとですね。だからそのビールは日本人はまあ冷たいのを結構頼むのは絶対頼みますね日本人は、はい、もう 100% に等しいですよね。よっぽど変なやつですよ。もうほん変なやつかもうずっと中国に住みすぎなやつかぐらいで。でも中国のレストランでは常温のビールを出すと、はい、中国に来たら、はい、冷たいビールって必ずちゃんと言わないといけないですね。ちゃんと言わないと普通の常温のやつって来るかもしれません。でもスタンダードが常温ですもんねこっちは、はい、だから冷たいっていうのはスタンダードではないので。他なんかあります。日本人声めっちゃちっちゃくないですか。でもね、はい、確かにあの、はいはい、日常生活そういうあのお仕事とか、ねはいはい、そんなに大声出さないんですけど、はいはいはい、居酒屋行ったら、はいはいはい、結局中国人と同じノリにそう、はいはい、見えるんです。下手したら中国人よりひどいじゃないか。ひどい時ああります。確かにある。中国ももう結構相手を潰しに行くんですか。行きます。あれはなんで潰しにかかるんですか相手を。そのお酒で日本はなんかそんななんか相手を潰す飲み方っていうのはしないし、なんかそれで仲良くなれるという今の若い人はあんまりやらないですけど、ね、年配の人ですね。男性同士で仲良くなるのってまあお酒ですよ、はい、であと女の子、まあ、KTV 行ったりとかそういうとこで仲良くなるイメージがあるんですけど中国人は。あ一緒にお酒飲もうよっていっぱい飲んで、はい、女の子のお店行って女の子なんかやったやってないかとかまあそのエッチな話じゃないですけどそういう話をして仲良くなるっていうのがあるかなって。まあ僕らもそれでちょっと仲良くなった節もあるんで。マカオの覚えてますコナン君って佐川さんとかいた時に、はい、後から来たんですかね。僕マカオの友達の誕生日に行ったんですよね。はいはいはい。その時いました。いやあとで。あとっすよね。僕その時に誕生日でもう向こうのそのコナン君っていう男の子がいてそのマカの男の子がいて、はい、もう家族から親戚からその子を祝うために集まったんですよね。テーブルが4つぐらいあって1テーブル大体8人から10人ぐらい座れるところで、はい、で赤ワインがバーッと置いてあったんですよ、はい、もう何ダースあるんだっていうのが置いてあって。で中国って乾杯したらもう全部飲まないといけない。はい、そうです。日本ってワイン飲む時ってなんだな景色見ながら女の子とゆっくり飲むじゃないですか。でももうなんかテキーラのように乾杯して量もこれぐらいのやつでもう一発で潰れて、まあ、そういう席そうそうそう寝て寝かされて、はい、で僕そのまま寝たまま入ってタクさんともう一人男の男性がそのホテルにね、はいはいはい、運んでくれてもう僕ベロベロだからベッドの上で裸になって急にジャンプして暴れてでそのままバタって寝てでパッと起きた男二人がいて俺裸だって。おいどういうことみたいな。やばいと思う。あれはちょっとやばかった。裸になって、はいはい、歌ってました。パターンって倒れて、はい、また急に起きて歌い出して帰りだってしょうがなかったんです。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録こうやってください。グッドボタンよろしくお願いします。
バイバイ。